今日はね、あの話題なんですよ。ガス。ガス。ガス,ガス、うん。節電って,やってます、はい、いや、あんまりやってないんですけど、<laughs> 別にや,なやってなくてもいいんですけど、まあ <laughs> 個人ので。でもなんか節電がやってるのが偉いみたいな空気に周りがなってきてて、節電警察は間もなく誕生する。うわって思いました。はい、予想想通りですよ。これは本当はおかしな話で、政府が悪いじゃないですか。はい、で、 前も言いましたが、これこれこういうバカな政策をやったんで、皆さんに節電することをお願いしなくちゃいけなくなりました。すいませんと。でも、ここ、この子のここまでこういうふうにやって解決しますから、ちょっと我慢してねっていうのは説明があればいいんだけども、なんで節電が必要になってるかっていうのも、ろくに政府は説明してない。うん、もちろんその電力関係の専門家たちは説明してますけども、ね。はい、まあ、ぶっちゃけあのフィットと発送電分離なんですけど、はい、私も話しましたけども。今度はですね、ガスなんですよ、ガス。ガスですか。ガス。ガスも。ガスも。 ということでですね、えー、ブログ、えー、7月13日ですね、節ガス警察への道というタイトルのエントリー書いたんですけど、ここで取り上げた記事がですね、えー、経済産業省ですね、政府っていうよりも経済産業省がですね、もうすでに節ガスの,、えー、その制度設計に入っています。で、これなぜかというと、まあ、ロシア産ですね、サハリンの、はいえー、ガスが、m n g がね、はい、日本に来ないんじゃないかと、うん、いうことなんですが、 まずは、家庭や企業に広く、ガスの節約をお願いしますってこう求めると。で、不十分な場合は、大口企業に個別に需要の抑制を要請すると。より強い措置として、大口企業への使用制限令も傾倒すると。ガス使用制限令ですね。ちなみに電力はありますからね。はい。電力使用制限令はあるんだけど、ガスもやるんかいと。うん。こんな国で創業する企業はあるんかいっていうそろそろ思ってきますね。うん、はい。はい。ということなんですね。で、 えー、実はですね、そのガスって、天然ガスって、日本って液化して持ってきてるんです。うんはい、そうしないと、あの、何て言う、一つのこう、まあ、空間に対してガスの密度が薄くなっちゃうから。これを液化天然ガスと呼びます。はい、それが LNG です。はい、知ってましたいや、あんまり詳しくは知らなかったあ。そうなんですか。LNG、まあ、要はガスって冷やすと液体になるってだけなんですけど、はい、それをその巨大なタンカーとかで持ってきて、LNG の基地、こう丸いやつですね、だいたい。 そこに入れておいて、それでガス化して燃やして使うんです。発電とかだと。私、あの、LNG を運ぶ船とかに乗ったことあるんですけど、<ー>戦艦山とかってぐらいでかいんですよ。<ー>でかい。一気に持ってこなくちゃいけないから。はい。で、ずっと冷やし続けなくちゃいけないんです。気化しちゃうからということなんですね。で、ロシアからも、この液化天然ガスで持ってきてたんですけども、はい。まあ、それが途絶するかもしれんと。 どうしてですかそれはサハリン2というですね、はい、日本の商社等がちゃんと権益を持っている、つまり資本を持っている、はい、そのサハリン2のえガス、ガス油田っていうのかな、はい、ガス田ですね。ガス田について、プーチン大統領が、これ、あの、これなんかロシア企業のものにするからって形の大統領令にサインしちゃったからんうんあれなんかそれ<笑><笑>と思った。前から言ってますけど、グローバリズムの3要素っていうのは、えー、契約の遵守、はい、所有権の保障、 そして、フェアな市場アクセスなんですけど。全部うん。その例によって取り上げられちゃったって感じなんですかまあ、接収ですよ。だから絶対やっちゃいけないはずなんだけど、あ、こういうことももうできる時代になってんだなーっていうことで、まあ、ある意味ショック受けたんですけど、はい、でもよくよく考えてみたら、日本だって、ロシアの外貨準備凍結してますからね。はい、これ所有権の侵害だから、ロシアのと。うん、いうことなので、だもう完全にあのー、グローバリズム終わるんだなと。だから、ロシアに、 投資してる企業さんたちは、ちょっと考えた方がいいですよ。普通に接収されます。はい、保証ないでしょ、うん、はい。保証ないでしょとで、保証で言えば、こっちの問題もそうなんだけど、日本政府が、例えば、申し訳ない。そのガスを使うね。だいっぱい使う企業、工場とか、ちょっとガス使わないでくれって言われたら損失が出ちゃうじゃないですか。企業はい。保証してくれるならいいよね。うん。やらないよね。あと、はい、<laughs> やらないでしょと。 いうことなので、これ本当にやばいなと思ってるんですけども、でもそれよりも根本的な問題があるなと。ちょっとこれを知ってほしかったんですよ。日本のガスのサービスについて。根本的な問題まぁ、あ、LNG っていうのは液化して運ぶんだけど、はい、やっぱ設備はね、巨大だし高いですよ、うんはい。非常に低い温度で維持しなくちゃいけないんで。はい。ある、ずっとですよ。ずっと低い温度。低温で維持しなくちゃいけないんで。はい。それで例えば、その、まあ、東京湾にまあいろんなこうガス、LNG の基地がありますよと。 でそれは基本的には、あの、なんでしょうね。そのまま LNG として持ってて、それで近くでガスにして燃やして使うって形の使われ方してるんで。はい。例えば、あの、北陸電力とかがでしょ北陸電力とかが、そのガスが、LNG がないんです、ガスが足りないんですってなった時に、その東京のね、その LNG について、まあ東京電力が持っていることになるのかな。はい。それを送るって簡単にできないんですよね。なぜかというと、パイプラインがないから、はい、はい。ということでですね、今日はちょっとね、パイプライン、ガスパイプラインについて、 真実を知っていただきたい。これ、欧州のガス、パイプライン網なんですよ。すごいでしょ、これ。はい。で、まあ、ロシアからあ天然ガス買ってるわけです。だから、今大変なことになってるんだけど、うん、ここのバルブを止めるぞと、キュッ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 とかやられてるから、大変なことになってるんだけど、はい、一応、こうインフラとしてはですね、ガスパイプライン網っていうのができてるわけなんです。そのヨ,ヨーロッパでは。はい。日本がこれじゃ <laughs>。んんん <laughs> どこにあるのここです。ここ多少ありますね。はい。多少あります。あ、だから東京湾から北陸に送ることはできるのかなガスを。はい。ただ、他はもう全然ないっすよね。ない。<ー>ということなので、ガス会社とか電力会社とかがガスを互いに融通するっていう方法がないんですよ。はい、はい。ある LNG に、あの、たま,また LNG のままこう船で持ってくんですかとかいうそういう世界になっちゃうんだけど。はい。だからここ、ガスのパイプラインに対しても、 インフラ整備が全然されてないっていうことなんですよね。私はこれは国家がやるべきだと思う。はい。というかヨーロッパとか絶対国家がやってるのに決まってるから。うん、はい。ところが基本民間丸投げですよ。で、考えてみてくださいよと。だって東京ガスと、例えばまあ北陸ガスがですよ。じゃあ、う,たうちと、あ、まあ東京ガスと北陸ガスは実際やってるからあれだけど、東京ガスと例えば東北ガスっていうのかな。よくわからないんだけど、ガス会社はあんまり知らないんで。じゃあ、あの、パイプラインで結びましょうと。いざという時に。 助け、助け合う,合うためにいうことでえ、誰が金出すんですよね <laughs>。確かに、うん。ガス会社が出すんですか、うん、で、まあ1、1対1ぐらいならいいけど、これネットワークにしなくてはいけないじゃないですか。はい、その時に、誰がコストを負担するんですかと。で、そのガス会社も今民間で利益のためにビジネスやっててですよ。うん、そんないつ使うかわからない、その非常事態に備えたようなガスパイプラインに投資しますかと。うん、<laughs> なかなか難しい、ね。するわけがないでしょうと。 いうことなのでこれはだから中央政府が普通に建設国債発行してガスパイプライン網っていうのを整備するということをやらなくちゃいけないんですがまあ緊縮財,財政だとまあやらんということになっちゃってそれであだからもう立ち遅れちゃってるんですもう本当発展途上国みたいですよね、はい、ガスのパイプライン網っていうのは。というかないですよ <laughs> 事実上、はい、これが先進国じゃこれが <laughs> これが先進国ってもんですよ本当とに。という状況なんですね。あのこの最初にちょこっっと作作のいつ作っ そんなに古いわけじゃないと思いますけどね、はい、こことか、ここぐらいか、ここぐらいかということで、はい、もう完全になんか東北の,なんかあの北の方で見捨てられている状況ですよね、北海道もそうですけどね、はい、あとちあのその山陰とか北陸三県とか、完全に見捨てられてるなという感じがしますけど、四国もです、ね、四国全くないんだ、全くないですね。はい で、これがですね、2019年の日本の LNG 輸入先別シェアなんです。はい。はい。まあ、オーストラリアが一番多いんですよ、なんだかんだで,で、マレーシアですね。まあ、アジアが多いんですね、LNG は。これはロシアです。8.3%。で、ブルネイ、えー、パプア、ニューギニア。これはアメリカか。はい。あと、こう見ると、これはまあカタールそこそこでかいか。カタール以外は中東への依存っていうのは LNG あんまりないんですね、はい。もしかしたら買い分けてるのかもしれないんだけど。でも、基本的に LNG の購入って長期契約でやるんで。はい。はい ただその長期契約がロシアとの間にあったところでですね、まあ平気で止められちゃうんだろうなと、LNG の出荷とかをと。だってね、普通になんか、その、そのプロジェクトをこっちのロシア企業のものにするから、みたいなことをやるんですよ。やるのがもう普通になっちゃってるから、という状況だからめちゃめちゃリスキーなんですよ、ね。ということで、そのガスの使用制限令は、まあロシアからの輸入が途絶した途端にですね、はい、まあ発令されるんじゃないかなと。 するとどうなるかというと、はい、さっきの電気の話じゃないんだけど、節ガス警察。はあ、節ガス警察。節電警察まだ見かけたことないですか、まあなたダメなの節電しなくちゃ、みたいな。あまだそこま,ででそこまでじゃないんすけど。でもなんか節電のいろんな賢い節電方法とかこういう記事が出てるじゃないですか。はい、あれ、これ絶対誘導されんなぁと。うん、つまり節電するのが当然でしょというような空気ができてって、ああそこで警察が誕生すると。うん、ガスもそうなるんじゃないかなと思うんですけど、うん ここで、あの、もう、なんでしょう。究極まで踏み込むと多分こういう話になると思うんですよね。例えば、えっと、10月 ?10 月に小麦の政府受け渡し価格が改定されますと。はい。えー、ロシア・ウクライナ戦争の,あの、あの、影響まだ織り込んでないから、それが織り込まれるのが10月ですね。でも決定されるのは9月だから、はい、まあ、再来月か、なんですけど、そこでバーンと小麦価格跳ね上がりましたと。うん、言った場合にですね、 ほんで、穀物危機、穀物不足とかに、はい、なっちゃうんじゃないかと。あと、配合飼料ね。配合飼料の価格も跳ね上がるから、畜産物とかもめちゃめちゃ高くなっていく可能性があるんですよ、ねはい。うん、うん。するとどうなるかなと思ったら、あの、接触要請。<laughs> そんなですかそれは辛い。政府が接触要請。食べるのを節約してくださいと <laughs>。<laughs> いう話になんですかね。<laughs> むしろここまで来たら、似てえわ、それ。みたいな。<laughs> そんな。はい、絶対嫌ですけどね。 食料摂取、制限令。<laughs> <laughs> そして最後は、接触、警察。あ、何食べてるのみたいなえ、なんで食べてるのなんで食べてるのっなんで食べてるの接触しなくてはいけないのに、みたいな。超絶的なディストピアになるなと。はい、これはね、笑って話すべきだと思うんですよ。こんなの真面目に話したら暗くなるわ、本当に。はい、でも論理的には必ずそうなんですよ。禁縮財政で,、はい、で。全部民間に任してあるんです、と。 それで、あの、食料生産が、例えば輸入価格が跳ね上がるとか、輸入自体が途絶するって可能性もあるわけです、これから。その時に食料価格どん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 上がっていったら、そうすると政府としては、完全に政府の問題なんだけど、自分に攻撃向くの嫌だから、だから、あまずま、でも何もしないわけにいかないですよ、ね。はい。だから、まず、あ、まあ、接触しましょう、とりあえずと。食べ物を取るのを節約しましょうと。やるわけですね。なんか今の流れだと本当にありません。るでしょう、なるでし, <laughs> してきちゃいますね。あるいは、農協のせいだーですね。<laughs> <ー>とかですね。 そういうスケープゴート。まあ、はい、ルサンチマンプロジェクト、プロパガンダの編み掛けをしてですね、いや、私どもは頑張ってやっておりますけど、対応しておりますけど、農協側みたいな感じで、そこに攻撃を向けさせると、とかですよ。はい。あるいは電力の話にしても、ガスの話にしても、それこそ電力会社とかガス会社、まあ、厳密には発電会社だな、電力は。そこをスケープゴートにして、それで、いや、東電が、その旧、旧型というか、老朽化した火力発電所を止めるのがいけないんですよ。 ちゃんと説明しなさいみたいに政府が言った。<ー>お前のせいだろうと、うん、お前のせいだろうって言うんだけど、責任,責任転嫁するためにということなんですよ。ひどい政府になりました。はい、コロナ見たらわかるでしょ。と、うん、いうことなんです。昔は違ったんですよ。でもやっぱりこれはね、小泉政権期からなんですよ。自己責任論というのが生まれたと。自己責任論って楽だから政治家が、あるいは官僚たちが。 楽なんですか楽ですよ。だって。え、だって、それがあなたの自己責任でちょっと悪いじゃない。はい。お前のせいだろって言われて、いやいや、何言ってんですかフェアな市場競争の結果、あなた負けたんですから、それはあなたの自己責任ですよ。ということで、救う必要がないんですよ。<ー>で、これ裏っ側に緊縮財政があるんです。わかりました。はい、はい。だから政府はね、そんなこと言ってもお金がないんで、使えないんですよ。あなたを救うためにはできない。であなたは努力不足でしょ、という感じですね。 実際は単に運が悪くてみんな苦しんでるんですよ。はい、はい。成功したやつがいたとしたらたまたま運がいいだけなんだけど、うん、だけど、その、成功してない方々、辛い方々からの攻撃が向くの嫌だから、だから自己責任の、<ー>いうような、まあそういう社会になっちゃったんですよね。でもこれ、だから面白いよね。あらゆる日本の社会問題って、すべて根っこは緊縮財政。はい。そりゃそうですよね。緊縮財政ってことは政府は何もしませんって言ってるのと同じなんだから、うん、それは国民救えませんわって。とはい。だからといって攻撃向くの嫌だから、 いろいろ考えてるんでしょうだから、まずは節約要請をして、はい、それでこう節約当然でしょと空気作っていって、それでもダメだったらあいつをスケープゴートにして攻撃させて、さらには、あの、そのなんか節約に応じない国民っていうのも、そう敵だみたいな空気作って、それで警察に攻撃させ、警察って民間警察ね。民間警察に、ただだから何しろ、攻撃させると、はい、いうような。 形あれあれこれ実際やると思いますけど例えばえ節電要請に、はい、え応じなかった企業っていうのはさら、まあ、されるでしょうねこれは本当にやると思いますよ冬今年の冬さらに罰金ですわとそれに何の意味があるのって思って、ね、自分に攻撃こないでゃん <laughs> 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 それ以外何もないんですよ、はい、というような国になっちゃったんですわね困ったもんですね、はいうん、じゃあどうしたらいいと思います どうしたらいいんですかだからそれはあの前,前回でしたっけそのなんかルサンジマンプロパガンダのその対象になった方々がこう身をすくめて耐えていたと。ああ戦うそう。で戦わなかったと。戦うっていうよりもね仕組みを知ることですよ。仕組みを知る。構造。はい。だから農協改革なんてそれ誰が設けたいかと。まあ一番筆頭限りだけど、それ分かるわけですよね。 それを知らせる。で、言っていくこと。はい。で、今回の節電要請にしても、節ガス要請にしても、そのダメージ食らうのは企業だし、はい、あるいは日本国民なんで、うん、いや、こういうことじゃねえかと。悪いの全部政府だろうってことをみんなが知って、叫べ、叫べば変わると思う。うん、はい。ほんとなんか、あれですよね。コロナの初期のね、まあ、前,前期の、のコロナの,その自粛警察。嫌でしたね。嫌でしたね。なんで国民同士でこんなになんか叩き合ってんのみたいな形で。うん え、はい、政府がこのガスの問題に対策打つとしたら、どんな。ちょっと難しいね、ガスは。はい。ガスは難しいと思います。電気だと。電気だと原発を動かすっていう手が、ままずありますよね、第一、はい、として。で、ガスについてはですね。あの、まあ、調達先の多様化とかやるんだけど、そんなの他の国もやりますからね。当たり前ですけど。はい。だから、とりあえずガスパイプライムの整備とかやって、はい、将来に備えると同時に、近々ではもう政府が。 あのお金の面で支援して、はい、あのガス会社を支援していくしかないでしょう。う多分ちょっと高めでもスポットで買うと高くなっちゃうんだけど、それでも買えと金払うからと。うんうん たこれひどい話で、だからスポット価格だと高くなっちゃうから、そんな利益考えてるガス会社買えないじゃないですか。はいと。ガスの供給ができませんってなったら、何やってんだって別に怒られんだけど、<laughs> お前と、どうしろって言うんだと。<laughs> うん、なんでガス会社、民間会社がガスの安全保障まで100%面倒見なくちゃいけないんだと。供給責任があって言われるんだけど、そんなこと言う何を言ってんだよ、それ国家だろと。責任があるのは。はい。 いうような話を、ね、してかなくちゃいけないですよね。うん、ほんとだから電力会社可哀想。電力会社って言ってもあれで <laughs>、売自由から入ってきた人たちとかじゃなくて、フィットの事業者じゃなくて、はい、本当の意味での元々の給電ですね。うん、はいあ。ほんと可哀想だと思いますよ。一方的に責任だけ押し付けられて、はい、それで現実問題として対処しようはないんだけど、一番やる,やるべき原発再稼働は政治家が判断しないと。うん、まあ多少動き始めてますけどね。という状況で一体どうすればいいんだと。 このままだとなんかやる気なくなって、もう分かる、もう知らない、供給しないって形で崩壊しないかなってすごい心配。うん、まあそうなったらそうなったらめちゃめちゃ攻撃がいくわけそこで、はい、ね嫌でしょ、この世界って。うんはい、大元の悪い責任者をちゃんと批判しようよ。政府だよ。日本政府だよと。そして、あの、ちゃんとお金を払えば何とかなるにも関わらず、まあちょっと原発再稼働は別だけど、お金払えば何とかなるにも関わらず出さない財務省ですよ。はい。 それ、でも、まあ、この、でも、あれですよね、矢野浩二君の、はい、あの、ハッピー論文以降、すげえ財務省の、その、何でしょう、悪い部分っていうのはクローズアップされたでしょ。う財務省問題なんてのが出るなんて思ってなかった、私。だって表に出てこないんだもん、あいつら。はい。でも表に出てこな出てきて、財政研究会、あ財政政策検討本部が財政政策検討本部対財務省みたいな構図が自民党の政調内でできて、みたいな形で、<れ>一体財務官僚何なんだで、彼らの動機とかもね。 ちゃんと説明してきましたけど、そこがブワッとクローズアップされてきたので、例えばガスが使えない、節ガス要請でガス使えない、あるいはガスの価格が上がるっていうパターンもあるんだけど、ガス使えなくなっちゃったとか、電気代が高すぎて使えないって形で苦しんでる人は財務省を攻撃するのよ、うんと。あるいは政治家でもいいんだけど、政治家でもいいんだけど、とにかく日本政府です。間違ってもガス会社とか、電力会社とか、うん、あるいは節電してない人、節ガスしてない人に対して攻撃しちゃいけないというのを今強く言っておかない人ですね。 ねえ見てみたいね、接触要請ね、<laughs> 食べ物を取るのを節約してくださいみたいな <laughs>、その状況になってもさすがに暴動とか起きるんじゃない、日本の場合って、はい、日本であっても、うんはい、生きていけないですもんね、まあ、電力のいやガスの節約も相当厳しいでしょ、で今,今,今から8月か、はい、きついですよね、ね特に電力ねで、冬はガスか、はい、どうしますしう11月の時点であの、ね、いきなりロシアが日本への LNG の出荷止めちゃったらみたいなね。 もう確実に節ガス要請です、うん、で、寒い冬の中水でシャワーとか水になっちゃうんです、ね、あ,あ、ちょっと想像すると地獄です、ね、はい。もうお風呂入れないじゃないですかはい。っていうようなですね馬鹿げた状況になりかねないので、はい、<laughs> ぜひ皆さん今日のあの私が言いたかったことは一つだけなんですよ敵を間違えちゃいけませんよという事でなんか選挙で思ったんですけど、はい、結構その後私周りに聞くとその自民党とか入れてないっていう人も多いんですけど でもこう毎回毎回蓋開けてみると自民党が勝つじゃないですか、うん、あて言うのは毎回何なんだろうなって思うんですけど何だろうな、まあ、要はあの組織票こういうやつなんですけど、はい、あちなみに私組織票ととかか批判したことないですからねだって中間組織が大事ですとか言ってるんだから、はい、中間組織がその国会議員に圧力かけろって言ってるんだから組織票は組織票でいいんだけどちょっと数字見てみましょうかね。はい、これね、えーはい、日本テレビのサイトで非常に秀逸なので私これ使わせていただいてるんですけど。 例えば、えー、全国比例で自由民主党を見ますと、どうなっているかと言いますとですね。はい。えー、この特定枠の方々はちょっと覗きます。はい、はい。名前を書くわけじゃないから。で、名前を書くというような形の、えー、非公職名簿方式の全国比例の候補者の方々を見ると、あの漫画家の、ま、私も大好きなんですけど、赤松健さんがまあトップ当選になってるんですけど、これを見るとですね、例えば、 ここですね。え、長谷川さん。四十、はい、40万も取ってますが、全国郵便局の局長会の相談役でいらっしゃいますよと。うん、とかですよ。あるいは、ここですね。よ。えー、神谷さん。はい。えー、日本薬剤師連盟副会長とかですね。うん、おちさんなのかな。商工会連本部長とかほら、中間組織。はい。 の名前ですよね、これって。はい。はい。ということでですね、その中間組織の方々が、そのこの人を当選させたいって形で、全国比例で名前を書くわけですよ。自民党じゃなくて、例えば、オチさんと、オチとか神谷とか書くわけです。はい。それで、当選するというケースも多々あるわけです。まあ、赤松さんとか、綾山茂春さんはちょっと違うと思うんですけどもね。 その組織の方たちが自分たちの意見を通しやすくするために、そ,<う>その候補者の方を押していくってことなんですか、ね、押していくというか、まあ、投票するわけですね。はい、で、これは別に私、否定してませんからね、前も言いましたけど、その中間組織の中で、その有権者たちが議論すると、うん、議論する、じゃあこいつにやってもらおうかって形で、それで、まあ、リーダーとして担ぎ上げるみたいなイメージ、うん、それで例えば全国比例で、じゃあ20万、絶対お前稼げるから、自民党なら受かるからみたいな感じでこう、当選させていくとか。うんうん まあそういうような組織をというのがあるわけです。これはだからまあ全国平例だから分かりやすいんだけど、はい、選挙区もそうですよね。選挙区もそうです。という形でございましてですね、まあだから組織があるから、それはまあ基盤があるわけですよ、自民党というのは。うん、その上で、いわゆるその不動票がどうなるかという勝負になってる。一応言っておきますけど、あれですよ、立憲民主党とか国民民主党にしても、あ労働組合というこう、はい、中間組織の支援を受けてますからね。うん それを、なんか、それをほら、なんか自民党は組織票があるからずるいっていうのは、やっぱこれはちょっとおかしいと思う。うんうんうん。うん、いや、民主制ってそういうもんだから、はい、ということなので、だから、だからやっぱ組織票に勝ちたいんだったら、組織作るしかないでしょ、はい。うん。ただ、ま、業界団体票とかっていうのは、なかなか動き、動きづらいわけですよ。ただ、その動いたケースもあるからね。 その業界団体票が動きにくいのは何でなんですかやっぱりこう長年の付き合いとかしがらみとかがあるわけでしょうね。あ,はい、あとなんか、この変な話だけど、例えば農協がですよ。はい、農協が、まあ福井県のバリバリ禁縮で農協を痛めつけるような自民党の国会議員を支持してますと。うん、なんでそんなことやるのと。うん、逆に支持しないといじめられるんじゃないかっていうのを聞いたことがあるわけです。えー、福井県で。あ、福井一区な。ちなみに <laughs> 誰か分かったと思うけど <laughs>。 というような話もあるので、だから今、だからこれね、実はですね、これがまさに、その今の日本の、その病を象徴していると思うのね。はい、ということで、これブログですけど、えー、7月14日のブログ、嵐は過ぎ去らないというエントリー書きました。で、ここでね、何の話をしているかというと、私、その長年この活動をやってるじゃないですか。で、例えば土木建設業とかね、あれでしょ、だから、ね、えー、例えば、 建設業の中間組織とかに呼ばれて講演したりもするし、はい、あるいは労組もあります。労働組合から呼ばれていくこともありますし、はい あと、医師会もあったでしょで、農協はもちろんありますよと。あと、電力系もありますよと。うん、公務員系ってないんですけどね。公務員、はい。公務員さんはなんかそういう中間組織ないのかなよくわからないんですけどね。はい。まあ、いずれにしてもですね、そういう、いわゆる、それこそ竹中さんたちが、人権益だーとか言って攻撃するような、うん、そういう中間組織から呼ばれるケースが結構多いんです。はい、もちろん、商工会とか、あの、法人会とか、えー、ありますけどね。うん。経済同友会はないかな <laughs> 経団連もないかな はい。でもちっちゃい、こう、中小企業の集まりというのはしょ、しょっちゅう呼ばれます。あと銀行の有罪ーー会とかですね、はいはい。で、そこで呼ばれるじゃないですか。で、そ、それで、基本的に、まあ、有罪会とかは別なんですけど、その、例えば農協にせよ、あるいは、医師会にせよ、土木業建設事業にせよ、あと電力系にせよ、めちゃめちゃ攻撃されている、されてきた、中間組織なんですよ。既得権益だ、既得権益だ、ね、益だって形で。で、これなんでなのっていうのは、 それは別に、本当に既得権益で生んるんじゃなくて、既得権益なんてめちゃめちゃ抽象的じゃないですか。はい、そんなこと言ったら日本国民なのもめちゃめちゃ既得権益です、私に言わせれば。うん、そう、単にレッテルあれして、はい、それで彼らを潰して、そこに新規参入した。はい。はい。農協を潰して、農協が今提供しているサービスの市場が欲しい。とか、うん、農林中金とか、えー、JA 共済の市場が欲しいと。まあ、これアメリカなんですけどね。あるいは、医師会にし,たしてみれば、医師会を潰して、それで自由診療を増やしてと。うん はい、医師会が反対してるんで基本的に混合診療の拡大とかについてそれで自由診療を増やしてそこに我が社の保険いかがですかやりたいと、まあ、アメリカの悪名高き連中が入りたいんでしょうけど、ねはい、とかですね、はい、で電力系はもちろんあれですよねだからフィットやりたいとか、はい、とりあえず原発を動かすためだと、うん、フィットやりたい電力自由化で発送電分離ですそこに実際新規参入して儲けた人たちがいるわけですよ、はい、まあ電力あの小売自由化はとんでもない状況になっちゃいましたけど、うん、LNG の価格は跳ね上がったから、はい、という構図が見えちゃってる 公務員ただきだったら、それこそ、の公務員は、もう、給料泥ボーダー的な、こう、まあ実際は違うと思うけどね、違うんだけど、そういう批判をやってって、はい、それで公務員のえ採用について規制緩和だと。じゃあ、派遣公務員認めることにしようと。反対側で禁止区財政ね、地方公務で交付金削減して、はい、行政としては、だって絶対提供しなくちゃいけないサービスあるわけだから、行政サービスが。それはでも、人雇いねえな、金ねえしな、どうしよう。あ、派遣だ。じゃあ、我が社から派遣いたしますよ。 こうパソナさんが出てきたりとかですね。はい、見え見えなんですよ、もう私に言わせれば。<ー>既得権益だとか言ってる連中が何やりたいのか。はい、はい。だから、その最初にやられたのは土木業建設事業でした。土木業建設事業は何やられ、なぜやられたかというと、えー、まあバブルの時にウハウハだったっていうのもあるんだけど、はい、まあルサンチマンの対象になっちゃったんだけどね。はい、ただ実際何やりたかったかというと、あの単に日本の公共事業という市場にアメリカのベクテルたちが入りたかった。だから土建屋叩きってのめちゃめちゃやった。はい。 で、指名競争入札。まあ、指名競争入札なんて、あの、地方自治体にとって当たり前だと思うんだけど、はい、それを一般競争入札にしろと。で、談合は禁止だと。それ自分たちも入れる、多分入れないじゃないですか。すね、指名競争入札で中で談合で順番にし仕事を取っていくってなると、外から入れないでしょ。入らせるためにそういうのを禁止しろと。はい、一般競争入札にしろと。で、反対側で公共投資削減してったから、バリバリ潰れてった。14万社ぐらい倒産したんだけど、はい。全部ビジネスじゃねえかと。はい。 いう話なんですね。だから、こういう反論を土木業の時点でやらなくちゃいけなかったです。土建業の時点で。土建業が後継された時に、なんでそんなこと言われなくちゃいけないんだよと。単に、あの、アメリカの土建会社がうちの、お前ら、うちの日本の市場欲しいだけじゃねえかみたいな反論すべきだった。んみんなね、首をすくめてね、それで黙るんですよ。どうしてですかそ、そこがポイントなんです。うん、そこが今日の話のポイント。結局、歴史観じゃね歴史観つまり、私たちは災害史、史観。でしょ<ー>で、災害って、 究極的には防げないんですよ。はい。だから諦めるしかないんです。はい、ただし、災害の、まあ、いいところって言ったら何なんだけど、災害の、あの、いいところっていうか、あえて。短期で終わるんです。うーん。だから、台風が来たーって。嵐が過ぎ去るまで待ってればいいんですよ。うーん。こうやって我慢して耐えて。というノリだったんじゃないのかなと。 ものすごいこう攻撃が来たわけ。土木業、はい、土建業にしても、農協にしても、電力会社にしても、医師会にしても。で、そこでた、戦う、立ち向かうんじゃなくて、あらら、なんか攻撃されてる。すごい嵐来ちゃった。じゃあ、黙って、黙ってこ耐えよう。はみたいな感じになったとしか考えられない。でも、その攻撃をしてる方ね、はい、そのレントシーカーであったり、グローバリズストの方は、あれ紛争志士,士官なんで、ん紛争志士,士官が究極的に怖いのっていうのは、 基本的に相手を滅ぼすまでやりますから。はい、なぜかというと、滅ぼさないと、反撃されて滅ぼされちゃうから。なんですよ。はい。だから、あの、それこそ十字軍みたいな感じですよね。はい、そのノリなんですよ、向こうは。うん、だから、嵐が過ぎ去るはずないじゃんってことを言ってた。一番ね、ひどかったのがですね、まあわかんないでもないんだけど、東日本大,大震災の後に福島第一原発が事故を起こしたじゃないですか。はい、あの後の電力会社。もう、あの、東京電力じゃなくたっていろんなところが攻撃されたわけですよ。 どんな感じでですか,だからまず原発ですよね。はい。原発だと。はい。で、電力会社なんか全部潰しまえとか言ってたからね。東京電力潰せって。いや、お前どっから、誰から電力買うんだよ。<laughs> ど,うどうやって生活するんだと言ったよ、私が、はい、言ったんだけど、その肝心から目の電力会社の方々が反論しなかったんですよ。うんそれはどうしてなんですかさらに叩かれることを怖がったんですよ。んなに原発事故起こしておいて何言ってんだ、東電は、みたいな感じになるでしょ。<ー>絶対になるに決まってんだから。はい。という形でですね、そのビジネスサイドの問題と、 まあ、要は新しい市場が欲しいっていう。新しい,っていうかまあ既存の市場を奪いたいだけはい。それと、その、災害指示官によって、その、あの、いわゆる既得権益で攻撃された方々が一方的にいじめられる状況がですね、はい、何十年も続いたんじゃないかというのが私の説なんです、はい。どうですよねう。 どうしてればかかったんんでですすすねだから反撃すべきな農協もあのダメなんですよ農協改革だという名の農協解体が進んだ時に、はい、いやこれどう考えても単に全中とあの農林中金と JA 共済の市場はアメリカの保険会社が欲しいだけだしさらにはあの農協のビジネスに新規参入したやつらがいるだけじゃないかと、はい、実際そういう事例があのカナダとかオーストラリアと起きてますから、うんはい、そこで反論知らなかったんですよね。 一番面白かったのがあれだな。全農。全国、えーの、農協、全国農業共同組合連合会かな。全農はですね、なんか、批判され方がすごかったの。全農の批判され方が。全農はグローバルじゃないと。これからはグローバルな時代なんだから、全農をグローバル化するためにも、株式会社化しなくちゃいけない。めちゃめちゃグローバルだよ、あの企業って。うん、企業じゃないけど、共同組合連合会だけど。 だってアメリカから毎年数百万トンの配合資料を輸入してるんですよ。はい、で、アメリカに全農グレインっていう子会社を持ってて、そこがアメリカの小麦農家と直接契約して、その、まあ、非遺伝子組み換えの作物とかをちゃんと手に入れて、まあ、分別なわけみたいな、うん、IP ハンドリングやって日本に出してるんからめちゃめちゃグローバルですよ。うん、ところがグローバル化すべきだとか言って全農が言われちゃうわけ。 それ何が目的だったんですかえ、だから全農株式会社化して、カーギルが買いたい。はい、そんだけ。う <laughs> あそう、あれほどシンプルな話はねえよな、って。<ー>邪魔なの、だからカーギルにとって全農とか全農グレインが。はい。だからでもほら、共同組合だから、株式買収とかできないんですよ。はい、はい。だから、だったら株式会社化しちゃうなるほどあ。なんか悪い株になって、いやいや <laughs> 怖くマジックな笑顔を見せられましたけど。そう,うそういうことなんですよね。 そんなのもう一発でわかるんだから、そのとそういうこと言うんじゃねえと農協側が反論すべきなんですよ。はい、ところが黙って、それ何言い出すかと思ったら、いや、農協は自主改革いたしますとか言い出したんです、はい、いや、そもそも改革が間違ってるとなぜ言わねえと、はい、思ったんですけど、だからやっぱここはだから災害指示官ですね。はい、まあ私もね、私もちょ、私が、まあ私ちょっとなんか批判されて攻撃されてますけど、こ組織というか業界として、 な、あり方自体を攻撃、ずっとされ続けた経験がないので、はい、その時の農協の方々の気持ちとか、電力会社の方々の気持ちは、まあ分からんと言えば分からんですよ。うん、でも、耐えてもダメなんですよね。続くから。うん、というのがもう分かったでしょ、ということなんですよ。うん、でそこにルサンチマンが入ってくるのね、国民の。だからそう、例えば、あの、まあ、天気が、まあ、土研業の皆さんですよね。うん、確かにバブルの時は派手だった。 うん、でもそれで良かったんじゃないですかそ。それでかったんだよ。良かったんだよ。うん、それでやっぱこうなんでしょう、妬みってのを買っちゃったってのはあるんですよ。うハウわうわだったから。うん、でもいいじゃんね。だって別になって、土研業の方々がいっぱい金稼いでいっぱい金使ってくれればお前も儲かるんじゃないかと。うん、いう話なんだけど、うんはい、そういうことを言ってる人、あの当時、あの当時って言ったのかなはい。で、ここ公共事業の、そのなんでしょうね、あの、悪玉論とセットになって、 公共事業で政府お金出すでしょ、はい、政府がお金出して、なんか官報の矢だとかですね、そういう、まあ確かに <laughs>、これってどうなんだろうっていうような箱物っていうね、はい、いっぱい作ったんですよ。うん、土建業の方々が受注して。はい、で、儲かったでしょっと。で、それで政府がお金出してるじゃないですか。俺らの税金をあんな無駄なものに使いやがって、っていう形の貨幣論の間違いとガシャンと結びついちゃった。実際、はいはい、は違うんだよ。建設国際でやってるんで <laughs>、税金でやってるわけじゃないんだけど、はい、それで、その、 政府がお金使えなくなるでしょする、うん、とみんなだんだん貧困化していきますよねそするとますますね、俺たちの税金をあんな無駄なとこに使いやがって、というルサンチマがブワーって広まっちゃうんですよ。はい、はい。見事に解説したね、バブル崩壊後の日本の病を。はいはいうん、この病どうしたらいいんですかデ、ね、フレ脱却しかないでしょだから。うん、はい。だからもうね、ま、だ国家間がある方結構日本人の方多いです。はい、なんだかん考て。やっぱ高等という,こう柱があるからだと思うんだけど、はい、でも貨幣感たたたないと、はい、 あなたの税金、こんな無駄なところに使っていいんですかという、典型があれです。野田義彦です。はい。えー、前の前の総理大臣、あ、もっと、もっと前か。<laughs> うん、そうです。野田義彦元総理大臣です。彼は、だから、官僚を攻撃するときに、そのまあ、自分の支持率を、支持を高めるために、その、ロアリ論というのをやったんです。ロアリ論官僚は日本に救っているシロアリなんです。皆さんの税金があの、シロアリたちに食い潰されてるんです。いいんですかみたいな。うまいですよ。<laughs> この手の、この手のあわり方。 ってやったんですよ。へ、えー、なんで食いつぶされてるってあ食いつぶしてない。別に官僚が懐に入れてるわけじゃないんだけど。はい、だ,けだけど、税金が無駄に使われてます論っていうのがですね、うん、やっぱり強いんですよ。それで彼は強いんです、選挙に。うんはい、今でもですね、多分。今もそれやってるんですか今やってるかどうかわかんない。あ<ー>はい、<laughs> 民主党が政権取るときにやってます。はい、私も聞いたもん、直接。<ー> <laughs> すげえなーと思って。 で絶対なんか民主党が政権取ったら禁止区やるだろうなと思ってった。はいうん、だからといって安倍政権になったら禁止区やめるかってたらやめなかったんだけど、はい。<laughs> はい。という形のですね、こう病があるんですね。うん、だからね、耐えちゃいけないと思うんですはい。反論しようと。でも反論するためにはね、だからその災害思考官が邪魔なんですよ。うん。紛争思考官になれと,なれということなんだけど、これ日本人の良いところを失っちゃうだろうなとは思う。はいうん、うん。災害思考官だと、なんだろうな、短期で終わりますと、災害は。 で、その後、さあ、復興しようでっていう感じの、希望に満ちた動きができるんですけど、紛争って終わらないんで、相手を皆殺しにするまで、どっちかが、というような前提なんだけど、そういう発想に慣れてないんです。ね、ウクライナとロシアの戦争を見てたら分かりますでしょうい。前も言いましたけど、ウクライナ危機が深まって、ロシアが侵略した後に募金活動をやってる人いたからびっくりしたんだけど、一体何の募金を届けるつもりなんだろうと。 多分復興のためなんですよ。ウクライナは。<ー>いや、終わんねえ。終わん終わんないよ、うん、紛争って。っていうような感覚が多分ないんですね。うん、<て>私も正直こんなに長引くと思わなかったです。紛争は長引く。終わらなというか、もともとロシアとウクライナっていうのは数百年の宿敵ですよ、あれ、うんはい、もうそう、コサックの時代から。あるいは、キエフ大公国の時代からですね。あのもう本当宿敵でございますからね。 そんなでも大体こんなもんなんですよ世の中って。だってトルコとギリシャもずっと戦ってますからね、はい、両方ともなんと NATO に入ってるくせに <laughs> あ戦争はしないんだけどずっと争い続けてるわけですよ。はい、これも歴史的な話ですよね、はい。オスマン帝国の支配下にギリシャがいた時代があって、はい、そこからギリシャ独立してそれで領土を取り戻すってことであって一時はイスタンブールまで取るんじゃないかっていうぐらいまで行ったんですけどそこでまあ負けちゃったんですけどギリシャ側は。 でも、あの、お互いにもう宿敵ですと。でも宿敵だからといって、その、バチバチ戦争するんじゃなくて、まあ、揉め続けながらも、なんとかこう、国境をね、国境を挟んで、それで、その、まあ、最低限のやり取りぐらいはしましょうよ、っていうような仲の良さ。仲良くないけど。これが多分、紛争士官の国境についての考え方だけど、我々って海に囲まれてるので、はい、基本的に攻められないみたいなイメージなんですよ。うん、でも確かに、その、海を越えて、 日本列島に軍隊を送るのは大変だと思いますよ。まあ、でき、できる国がないとも言う気はないんだけど、まあ大変でしょうね。でも、それより問題なのは、その、情報、コミュニケーション、あるいは政治、あるいは政策による攻撃っていうのは軽く海を越えてくるんですよ。はい。<laughs> はい。ですよね。例えばアメリカの保険会社が日本の市場欲しいとか、はい、アメリカの土建会社が日本の公共事業の市場欲しいとかっていうの。うん、それに対してあまりにも無防備ですよ、ね。あ、なんか攻撃されてるけど、まあ、うん。今ちょっと我慢しようと。耐えてれば、そのうち終わるだろう。 みたいな発想になっちゃって。終わらない。終わらない。そして、火星。つまり残酷な政治も終わらんのだよということです。消費税増税に対してそんなに反対する人がいないじゃないですか。<え>日本って。まあもちろん、その東京選挙区だと過半数が消費税を現在に賛成したと。消費税、でも、多分増消費税増税の議論が始まっても、そんな、あの、激烈な反対論と起きないような気がするんですよ、ね。どうしてですかまた増税か。うん。我慢しよう。 耐えようって。ああ、なんかわかるかも。わかるんですよ。はい、災害指示官です。増税も災害なんです。はい、っていうふうに捉えちゃうわけ。はい、今ちょっと頑張ればっていう。終わらないですけどね。終わらないよ。でね、これ典型が小泉純一郎なんですね。はい、小泉政権時代に彼が、その、今痛みに耐えれば、その後経済成長しますからって言ったんだけど、痛みずっと続いてんだけど。うん,うん。そうなんですよ。 それだからなんでそんなのに我々は、だってすごい熱狂的な人気だったからね、小泉って。なんで、あなたたちに痛みを与えますって言ってるような人に、はい。与えてんだって話なんだけど、それもだから一応災害、あ、今ちょっと災害来るんだけど、でもこれ終わったら、じゃあ復興でみんなで成長できるんだ、みたいな感じで捉えちゃうんじゃないかな。 で、実際多分、リアルに消費税の増税の議論始まるだろうし、はい、インボイス制度は確実に来るでしょはい。で、インボイス制度、インボイス導入したところで、増える税収って2500億円ぐらいだけど、そのためにどれだけ我々が面倒臭いことになるか、はい、発注者側が。うん。でも、あの、受注者側はもっと大変なことになりますよね。はい、はい。でも、いや、今我慢すれば、なんとかなるよ。みたいなノリで、耐えしのんじゃうんじゃないかな。どうですか、孝家さん、年収の10%吹っ飛ぶと思うけど。いや、すごまい,いや、嫌です。はい。 え、でも、あんまりみんな知らないんですかね知っなてこ知らない。我慢してるのかな,そもそもない,いや、あの、あの、だって、なっつうですよ、手遅れになっちゃうね知った時は。はい、ああ。来月から始まります。はい。それでいきなりなんか、あの、請求書出したら、はい、え、お宅、課税事業者じゃないのと。うち、あの、税、あの、あの、仕入れ税が控除できないじゃんと。あ、じゃあちょっと、来月からはいいや。みたいなので、ガーン <laughs> とかそれも、あ、俺がちゃんとインボスについて勉強しなかったのが悪いんだ、みたいな形で、自己責任の。あ<ー>自らの自己責任の。 はい。まあ、で、によってですね、こう、我慢するっていう、こう、ことに対して正当性を与えようとするんですなんで我慢しなくちゃいけないのか。いや、自分が悪かったからだ。へ<ー>ってなるんじゃないかなと思って非常に嫌なんですけどね。小さんも知ってますからね。はい、はい。だからもう本当は、はこの、まあ自民党の政権は続きますけど、それでも反対の声を上,上げなくちゃいけないし、はい、戦い続けなくちゃいけないんですけど、日本人って、気づきました最近、本当に露骨に思うんだけど、 ブワッて盛り上がってサッて消えて次の逆またブワッてこうどん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 一種が変わっていくでしょはい、はい、どうですか私偉いでしょ14年間反緊縮財政の活動を続けてますよ確かに,確かに <laughs> この継続的ななんでしょうね戦いっていうのがですね苦手なんじゃないかなうーんうんうんはいで次の話題がペンモンつて私逆にほらツイッタートツイッターとかでなんか時事ネタについてほぼ語らないでしょはい あの、方のあの、なんでしょうね。緊縮財政及びその、まあ、いわゆる日本の形成催眠をつ、あの、妨害しているものについてはずっと批判を続けるんだけども、はい、その、時事ねだけあまりやらないで、うん、ツイッターでも出さないんですけども、それはね、多分私は紛争志士,士官なんですよ。<お>うん、なぜかわからないけど。 なんでか、感心してるのか、どっちですか、その顔。感心してます。感心してんす、うん。確かにずっと。ずっと戦い続けます。同じテンションというか、あれで。<laughs> テンション、テンションはまあ、こういう時もありますけども、ね。はい。でもまあ、ね、あの、まあみんながみんな、あの、紛争士官、士、士持てって言う気はないんですけども。はい。ただ、あの、我慢するのはやめるべきだと思う。その、いわゆる既得権益だと攻撃されている中間組織の方々も、あるいはこれから搾取されることになる、 個人事業主の皆さんとか、はい、一人親方とか、フリーランスとか、とかですね。そういう方々、あの、耐えちゃダメです。はい。怒ってください。そして怒りを、あの、連携して、しつこいけど、連携して集団で地元の政治家とかにぶつけてください。そうしないとですね、一方的に叩かれ続けることになるんです。はい。これを、だから私は土研業の方々、ずっと昔から知ってるけど、ずっと叩かれてるんですよね。理不尽に。はい。 でまあ、その方々も救わなくちゃいけないんだけど、まあ、今、現実問題は日本国民ずっと叩かれているようなもんです。<う>何しろ,何しろ自国の政府が経済制裁やってますからね、はい、本当にだから皆さんもです、ねまあ、継続して怒りを継続して戦い続けるという紛争志士化についてです、ね、ちょっとと学んでいいただけないかなかますなぜ日本はコロナで苦しむ国民を救わないのかなぜ日本では自国を破壊する政策ばかり行われるのか。 なぜ先進国の中で唯一成長していないのか。実は日本の没落を望む人々が政府の中枢にいるからでした。そのような内容を解説した書籍が日本の没落を望む7人の反日主義者です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。 いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございますぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたしますそして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね